2023年6月4日ソフトバンク戦、1点リードの6回から登板した栗林選手なんだけど、守備のミスも含め5連打で3失点、痛恨の逆転を許して負け投手になっちゃったね。復帰試合メジャーがメンタル的にもきつそうな表情じゃったな。先頭に許したツーベースはレフト西川選手の目測見誤りからだったし、次の打者も叩きつけた打球と太陽が重なる不運の内野安打、月にも見放されての3失点は相当きつかったと思うよ。もちろん栗林選手を擁護する声も多いのじゃが、まだ1軍に上がるレベルに達していないという意見も多いの。今回はそんな栗林選手のピッチングや起用に対してファンの反応を見ていくよ。栗林は身体のコンディションは戻ったと判断して昇格となったんだろうけど、今日は球速出てないし球は高い、不運もあったけどまともに捉えられていました。不運はあったにせよ、本来はそれを引き戻せるだけの力があるはずなので、現状はまだまだといったところか、苦しい戦いが続きそう。結果的に栗林が打たれての負けですが、そもそも西川が目測を誤ってのツーベースから柳田の打球も曽根には取ってほしい打球でした。5連打のうち3つは西川の判断ミスと東五郎が日差しで投げれないのと、ライト曽根くんのフライの追い方のミス、栗林を攻めるのは違う。栗林も自分のこととチームのこと両方を考えて無理なく戻れるよう調整してほしい。栗林は3点取られたけど打線は4点も点取れるチャンスはあったよな。負けは投手にしかつかないけど、それは打線のせいでもあるんだよ。打てない守れないじゃ投手が疲弊するばかり。守備がしっかりしていれば失点しなかった可能性もある。栗林に状態悪いからダメというのは酷だと思う。何か断ち切れない負けのオーラがあるような気がする。そもそも1軍で様子を見ながら登板なんて考え方が間違えてる。1軍に上げるならきっちり元の居場所で投げれるタイミングで上げるべき。はい、不運なヒットを擁護する中で本調子でないなら再調整するべきだという意見が多かったね。しっかりメンタルケアも含め調整してほしいな。今後の起用方法をどうするか、新井監督の判断も気になるところだよね。ということで、復帰2戦目で打ち込まれた栗林選手に対するファンの反応をまとめでした。カープのお話はどうだった？他にもたくさん面白い話をしてるから、最新の動画や再生リストもチェックしてみてね。